三雲南工寺遺跡三雲南工寺遺跡は、福岡県糸島市にある遺跡。三雲、茨遺跡の一部として、国の史跡に指定されており、市内の採石神社の裏手に所在する。周公を持つ、墳急墓で、亀官房二期を持つ弥生時代の王母である。文政5年2月、三と正志郎が、住宅の土塀を築こうと南工寺の畑の土を、取ろうとして、 偶然発見したという。あとの1974年の再調査の時に二号亀館が発見された。平成の学術調査で周行を持つことが判明し、現在は法形周行墓で亀館を鬼木を添えるようにして設置した墓であるとされる。亀館の形式は縦岩式古段階の形状を持つ。西側の周行に最子跡と見られる痕跡があり。 東側の高素山系の山並みとの関連性が伺える。これは、後の時代の平原遺跡一号墓に通じるものであろう。最新の研究では、この三雲南小路遺跡と、春日市のすぐ岡本遺跡の巨石か、亀肝墓とは、同一規模の構造を呈している、可能性が示唆されている。一号亀肝同郷は 27.3cm から 16.0cm の、もので、 連ン文明体鏡が26面以上と大半を占める。二号亀関東鏡は1 1 4トルから6 0トルの小型鏡で連ン文日光明鏡が16面以上と大半を占める。ありがとうございます。